ハリケーン SOS どうしていいかわからん。我々はボールを持っていても、持っていなくても苦戦している GS 初戦を含め両方の試合とも、プレスがうまくいっていない。上から下まで、私からキックス GK ジョーダンキックフォードまで、十分ではなかった。ボールを保持することやプレッシャーの下でプレイすることに関して、全員が少しレベルを落としている。チームとしていかに戦うか、戦術面に不安を抱えている。試合の立ち上がりはいいんだ。でも、相手チームが数人の選手を下げると、どうやってプレッシャーをかければいいのか、誰が出るべきなのか、よくわからないんだ。負けた時の日本代表みたいになってるやん、イングランド。イングランドごちゃごちゃすぎた。ケインがクソほど下がって守備してんのやばいでしょ。ケイン使うなら真ん中固定じゃないとダメだな。動き回らせて守備させるのはダメだ。DAA 下げても良いからバックス安定させたいかな。選手が問題じゃなくて監督の問題なんだって。フォーデンやアーノルドを叩いてるのはお門違い。誰が出てもクソみたいなプレイしかできなくなる。日本と違ってみんなトップでプレイしてる分自我がちゃんとあるだろうから選手同士での統率難しそう。だからこそ監督の役割が大事。前からプレスかけてくる相手だとアーノルドは何もできないし、個人技で剥がすしか攻撃手段がない。フォーデンが絞るとベリンガムが窮屈そうだし共存は難しそうだな。ベップが退任して代表監督やるとかだとイングランドとブラジルの取り合いになるかな？ごめん森安。もっと無能がいたわ。日本率いてくれてありがとう。選手がかわいそうだな。